にちは。アコリオンチャンネルです。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ちょっと急に決まったんですけれども、ここでビデオ撮影をすることになってもうアップしています。ちょうどね、急に家の用事でね、来ることになって、しばらくこの芦屋の方に滞在することになっています。急なんですけれども、明日午前7時、5月7日午前7時なんですが、 YouTube で前々から言っています、アメリカウィスコンシン州の、アコリオンミュージアムでのリモートコンサートが3日間行われるんですけれども、そのうちの私が出演するのが5月7日で、日本時間で5月7日の、午前7時なんですね。でそれで YouTube で配信されます。できれましたらね、明日早いんですけど、皆さんに、もう本当にリアルタイムでご覧になっていただけたら嬉しいなと、そういうふうに思って、こうやってお知らせしています。リアルタイムと言いましてもね、日本での出演は私と、アコリオニスト海老原千春さんの2人だけなんですけれども、時差の関係で、日本人の出演はビデオ収録をご覧になっていただくと、そういうふうになっています。もしよかったらどうぞ明日朝午前7時に来て、見ていただけたら嬉しいです。詳しくはですね、この下の概要欄の方に貼っておきたいと思いますので、ご覧になってください。はい、景色もいいので、ちょっとこの様子をご覧になっていただきたいなと、そういうふうに思います。今本当に緑が美しい時期なので、このね、池の周りの景色も楽しめますね。今回はとても短い内容だったんですけれども、大切なお知らせだったので、これで今日のアコーディオンチャンネルは終わりにしたいと思います。次回はまたご質問、そしてリクエストをお答えしたいと思いますので、またご覧ください。それでは次回のアコリオンチャンネルまで、さようなら、ごきげんよう。マスク。